うなぎさんでも自分でこれ全部編集するんですよね。はい。結構大変じゃないですか、作業的に。大変ですね。今日の夜もなんかやるって言ってたよね、井上徹さんの。あ、まあ、インスタのライブで、やろうかなと思って、それを録画して、アーカイブかなんかで、こう、YouTube に載せて、残しとこうかなと思って、インスタじゃ 1日しか残せないんで。CD スタって残んないんだ。1日しか残んないんですよ。ああ、1日、ああ、はい。なんで、まあ、YouTube に置いとけばみんな見れるかなと思って、録画した後に。なるほど。はい。でも今みんな暇だからいろいろやってて楽しいですよね、見てると。本当に。暇すぎてなんかいろいろできちゃいますね。女子なんかとっくに開幕してますもんね。男子は、まああれだけど。14試合ぐらいもなくなってるんで、6月半ばぐらいまではもう決定ですね。そうなんだ。お店の案内出さなくていいですか、竹本さん。はい、大丈夫です、はい。まあ、自粛中なんで営業はしてないんですけど、また自粛を開けたら、はい、来てください。はい。マニアックな話なら、お、戻った。ちょっと僕、一旦退出して、もう一回入りますね。あ、はい、はい。まあ、日本まだマシですけど、海外なんか本当ロックダウンされててやることないから、はい、無料のウェブセミナーが今結構あるんですよ。で、昨日の夜かな、ショーン・フォーリーって、はい、コーチが1時間ぐらい話してて、ショーン・フォーリーの、キャメロン・チャンプのスイングの話とか、無料なんですか？無料ですね。ライブは無料です。で、その後、見返すってなるとお金必要になるんですけど、キャメロン・チャンプのスイングなんかは、真似しちゃダメだみたいなね。あんなの。この胴回りっていうか、肋骨からのこの腰の可動域とかが異常なんですって。で、両足のつま先を基本的に、なんていうんですかね、内股にして、うん、普通になんかこうねじることで、なんていうんですか、普通のツアープロぐらいの柔軟性まで落ちるからやりやすくなるとか、普通にまっすぐにしちゃうと、もう柔軟性ありすぎてもうわけわかんなくなっちゃうとか、そうなんですね、普通の人があれ真似するとどうしようもないみたいな。キャメロン・チャンプ、スイング中でトップの位置で、基本的にトップに行くときに左足 100% イメージなんですって。また、インパクトで右 100% なんですって。へぇ、そこら辺のイメージがすごいですよね。だから引っ張り合うんで、横さんの慎吾さんの話で、やってたやつじゃないですけど、基本的に反対側に行く感じになるんで、前側に回転していくっていうより反対側に回転していって、クラブと引っ張り合うっていう感じの、そんな動きになるんで、だから GG とかもこう左腰が低い位置になって、こう後ろに行くっていう感じで、クラブとこう引っ張り合う感じの、で力出していくっていう。だからなんか、でもなんかね、ショーン・フォーリーとかジージーとかもなんか1時間ぐらい話聞いてて、それぞれの、まあ、ショーン・フォーリーとか、ジャスティン・ローズの話とかね、あ、教えてるね、結構長いこと教えてるんで、あ、来た、横田さんが来た。いや、そう制限がかかっちゃってて。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。今、問題解決しました。はい。ちょっと、ヨウさん、まとめ的な。はい。ということで、はい。じゃあ、もう、あれですね。プロは
なるべく同じにしたいというのがほとんどの意見と。ね。うん、あれ、ナリスさんの方も。すみません。聞こえてなかったです。ごめんなさい。やっぱりプロは、はい、プロはみんな、やっぱりスイングを同じにしたいっていうのが大半の意見で、はい、やっぱアマチュアの人は、違うイメージを持つことも結構、そっちの方が大半だということかな。上級者を除いては。うん。ね。うん。で、まあ、うんうん、みんな、赤ちゃんも、竹本も同じで、まあ、わかり、一番シンプルでわかりやすかったのは、ドライバー右向いて左振って。だちょっとボールポジションも左ってことだよね。うんうん、そうですね。ね、意味合い的には。うん、で、決勝タイムは、右足に置いて、左向いて打つみたいなイメージ。まあ、左向くのと右足置くの、まあ、似たようなニュアンスになるでしょう。うん。っていうこと。うん。そうですね。確かにそうですね。いいかなっていう感じ。うん。で、いいですか。それってやっぱり多分、プロの方が、多分こう、ショートアイアンでこう、溜め込んで、先のターフをガーンって取るみたいな、最後までこう、我慢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 みたいな動きができるから、多分同じスイングでも、多分良くて、うん、アマチュアの人ってリリースが早いから、右足とかこの、手に置いとかないと、うん、ダンブローに打てないっていうことかな。うん、では。そう。そうっすよね。でもなんか、僕は、アマチュアの人っすよね。アマチュアの人で、でもやっぱり リリースの仕方は変えちゃうんですよね。だから要はこう、ビュッといわゆるこう、まあ、フリップするみたいな、こうちょっとまあ右のポケットとか右の、まあ、タック前、まあ、今タックないですけど、右のタック前みたいなところで、こうフリップするみたい。見えない。ああ、こういう現象ですね。あ、これをフリップっていうんだ。そうそうそう、こうフリップしてヘッドがビュッとこう前に行っちゃう。グリップエンドが手前に取り残されちゃうみたいな、ここの動きはやっぱりこう、ちょっとこう頑張ってでも変えちゃうんですよね。まあ、頑張ってちょっと変えてもらう。こういう動きアマチュアの人になっちゃうから、ならないように、右からドローを打つような練習をしてもらうってこと。うん。で、それをこう、アイアンでやったとしても、アイアンの時にもそこの動きはやっぱりこう、フリップ現象みたいなのはやっぱりちょっとこう、変えてもらうよう。にはするすかね。だから意外と僕、だからあれかもしれないですね。ボールポジションを、ボールポジションを純粋に変えて、で、それですごいよくするみたいな、引き出しは、意外と少なめかもしれないな、僕は。動きをもう、その。あ、じゃあ、ボールポジションを同じにして、うん、スイングを変えていく。ボールポジション、僕、絶対的なこだわりないっすもんね。担当してるプロは大体みんな変えてますけどね、ボールポジション。ドライバーの方が左の脇の延長線上ぐらいかな。左の脇の延長線上とか、それよりもうちょっと左とかも多いかな。で、ショートアイアンになればなるほど真ん中になるっていう選手ばっかりだな。ばっかりですね。で、それを。じゃあ赤ちゃん的にこうまとめるとどうなる？赤ちゃん的にシンプルにまとめるとどうなりますか？シンプルにまとめると、アマチュアの人は絶対変えた方がいい、変えるっていう頭を持ってた方がいいなと思うし、で、確かに足のセットの仕方も、ショートアイアンの方が、ちょっとこう、左足をこう、まあ、引くなり、つま先をちょっと開いてあげるなり、左下のスペースっていうのかな？左下のスペースをちょっと広めに確保しといてあげて、こう、特にショートアイアン系は、なんかこう、そういうセットアップを作る。ドライバーは逆で、ちょっと右を後ろに引いて、右下の空間を広めに作っといてあげて、スイングをしてもらう。っていう、確かにその、そうですね。その傾向は確かにあるですね。竹本のドライバーはこうだよね。今こうなったらしい。そこに戻る切り返し最初の指導が右肩ナレス戦的にまとめるとどうなんですか。
やっぱそれぞれにまとめてもらったらいいよね。今びっくりした顔でフリーズしてあれ止まっちゃった。本当に止まっちゃった。ちょっと。来た。ラリスさん的にこうまとめるとどうなんですか。はい、はい。プロとアマっていうか、この違いとか、まとめる、この意見をまとめるとどうなんですか。まとめると、やっぱりアマチュアの方って飛ばしたい、飛ばしたいが一番に来る方が多いんで、でも本当にそのゴルフを、スコアを出すことが面白いと思うんであれば、私はスコア、その、なんていうんですかね、一本にまとめた方が分かりやすいとは思うんですけど、でも、そのスタンスの位置とかでも、その先ほど皆さんおっしゃったのと同じなんですけど、多分、最初のその、下手くそな時点でそれを理解すれば、その違いは、ただのそのクラブの長さなんだよっていうのを理解してから上手くなったら、多分、上手くなった後は、あ、これ、まあ、正直、同じなんだなって思うと思うんで、やっぱ入りはそういうふうに分かりやすいようにした方がいいのかなとは、今日聞いてて思いました、ね。大丈夫ですか、今。分かりやすいというのは、分かりやすいというのはどういう、例えば。さっきのインサイ、ドライバーは、ちょっと右に向いて、アイアンはちょっと左にやった方が、うまくいくっていう、まあ私もアマチュアの方そう教えたことがないので、私もそう、母を教えるときに、すごい、どうやって教えてあげたらわかるのかなって思うんですけど、ドライバーは右向くっていうのは、なんか言ったことがなかったんで、まあ今日これ終わったら言ってみようかなと思ってるんですけど、もしかしたらそっちの方が、すごい右向いて、もう、女の人なのに、すごい、開閉で打ちたがるんですよね。ああ。さっきのこうやってドローを出せるみたいなのって、あ、女性でもできるのかなって思いながら聞いてたんですけど、どうなんですか？女性でも大丈夫ですかね？いいんじゃないですか。ね。大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。いいね、うん、大丈夫だと思います。で、なったら、まあ先ほど言ってたのは、やっぱり、入りは、もう100とか90とか打つぐらいの方であれば、そうやって分けて考えた方が分かりやすいのかなと思いますね。うん。うん、はい。そうだよね。もう、100とか以上打つ人って、こうしか動かないもんね。うん。うん、確かに。こういう人はやっぱり、ちょっと右足を置いてもらわないとダブルで打てないもんね。はい、ドライバーこっちもこうやってやればね、いいもんね。はい、同じじゃないよね。うん、でもスイマーはその人にとっては一生、ボールポジションは変える。まあちょっと右向いてこうやれば簡単だな。そうだね。で、アドレスも変えちゃうってことだよね。スイマーを変えるっていうか、アドレスを変え、そうですね。ああ、確かにそうですね。はいはいはい。準備で変えちゃうみたいな。うん。ああ。確かに。竹本さん的にまとめるとどうですか？どうなんですかね。まあ、例えばですけど、まあね、成田選手みたいに一流プロも変えたことがあるわけじゃないですか。で、うまくいかなかったけど、もしかしたらうまくいく人もいるわけじゃないですか。アマチュアの人も絶対試してみてもいいのかなとは絶対思いますし。で、さっきみたいにこのヘッドの挙動っていうか、アタックアングルだったり、パスっていうところを、まあ、同じにしようとすると、ちょっとアドレスが変わってくるっていうのは、何かを変えなきゃ多分ね、クラブの長さが違うから、いろんなこと、そこが変わってくるから、何かが変わらないとそこら辺が、違ってくるんですよ。長さ違うんで、スイングとか、同じように構えて、同じように振ると、多分アタックアングルとパスが変わってくるから、そっちを同じにしようとすると、ちょっとアドレスと、がなったりとか、セットアップが変えた方が楽なんじゃないかな。うん。なるほど。試してみる。ちょっと最後に個人的な、ちょっと3人に個人的な質問なんですけど、はい、僕もナレスさんみたいにちょっとこう地面反力使って、ワシャって打つのに変えるべきなのかどうなのかって今、思ってるんですけど、それってやっぱナレスさん的にはお勧めしないんですよね。
いやでもちょっとそのスイングタイプで多分全然もちろん変わってくると思うんですけど、うん、さっき言ったなんかこう縦じゃなくて、うん、この回転の動きも地面の力使ってるんですよね。そうです。それをのどっちかをチョイスするのを間違えなければ大丈夫なんじゃないんですかね。多分。なんか私的にはなんか右足を踏むとかじゃなくて、バックスイングは右足のかかとに体重を乗せて、あのインパクトの瞬間にこう左のかかとに乗せるみたいな、なんていうんですかね、こういう体重移動じゃなくて、こう前後の体重移動をするようにしたら、今ちょっとヘッドが走ってきたなっていう感覚があるんですよね。ああ、私は。これって、こう、だこう、左のかかとにガンっていくのは回転ってこと？多分、そうですね、はい。ああ、じゃあそれ回転の方向に、あれしたってことですよね、竹本。はい。私は回転、うん。あの、スインカタリストとかもある、いくつかメーカーありますけど、あのフォースプレートってこのマットの上に乗って打つわけじゃないですか。で、そのマットがこの足によってどう動かされてるかっていうのを測るんですよ。だから例えばその上の動きだと下に蹴ってるから、まあ宙に浮いてたとしたらマットが下に行く動きを測るわけですよね。どれだけ押されてるかみたいな。で逆にこの、回転、ここ、うん。まあ、マットがあって、例えば足こうやると、あの練習場とかでもマット固定されてないと、こう回転してくるじゃないですか。あれもだからその違った方向にかかってるわけですよね。でこう横の動きももちろんあるし、だそれはでも力って、目じゃ見えないんで、機材で測るしかないんで、そこはだから横田さんやりたいんであれば、絶対行って測ってもらって、でそれでどこをどうやるかっていう専門的な知識が必要になってくるんで、ただ単に何て言うんですかね、あの上に蹴る力だけ増やせばいいっていうもんではないとは思います。赤ちゃんどうですか。僕はね、横田さんのあのドライバーですよね。ドライバーのあの球にこうちょっと乗せ方っていうのが僕割と好きなんですけど、これ絶対賛否両論だと思うんですよね。であのちょっと前傾角ちょっと後ろ起きるじゃないですか。ちょっと後ろこう横田さん前傾角後ろ下がりながら、でドライバーのクラブヘッドを低いところから入れて、でこう、まあ、低いところからちょっとこうアッパー目にこう乗せて、で低スピンの棒球打つっていうのがすごい乗せ方がうまいですよね。でそうで、その動き自体は多分賛否両論もちろんあると思うんですよ。ただめちゃくちゃ乗せ方なんなかったもんね、あそこでこれが乗んなかったもんね。そうなっちゃったもんね。そう、乗せ方うまいし、あそこにすごいテクニックもあるし、であれって、まあ、下手したらちょっと多分右に飛ぶ可能性もあると思うんですけど、そのヘッドの遠側をうまくこうターンさせながら、こうボールを包み込みながら、まあ、下からこう乗せて低スピンの棒球を打つみたいな、その感覚、最終的なハンドワークも含めてすごいそこを持ってるプレイヤーだなと思うんですよね。で多分下からのいわゆる床反力の力をすごい強く入れていくと、多分前傾角は多分逆になると思うんですよ。つまり反力を入れれば入れるだけ前傾角はインパクトに向かって多分少し下に下がっていかなきゃいけなくなると思うんですよね。おー、で、うん、そうそう、つまり前傾角が浮き上がりながら反力って絶対それもう理論的におかしくなるから、少し前傾が、で、あの多分計測上は前傾が変わらないぐらいだと思うんですけど、横田さん本人としては前傾が下に、こう顔が下に下がってるような感覚を持ちながら、多分インパクト近辺の動きを作っていかないと、だから辻褄が合わなくなると思うんですよね。だから、そこってすごい動作的には大改造だなと思ってて、なんかそこは、あの、やる前に、めちゃめちゃディスカッションした方が、メリットとリスク、それぞれある。ちょっと今度、あの、お願いします。いうような意見ですね。はい。あれ、成田さん、何ですか、この、相談したいことですか。あの、ミーティングを終えて、自分にどう取り込む、なんか、取り込むとことか、なんか、芽生えたのあります？なんか芽生えたとか、これちょっとやってみようかな、的な。私ですか、ね、何もなかったですか。あ、成田さん、成田さん。はい。成田さん、私ですか。私は、そうですね。
もうなんかむしろ自分の考えはもう良かったからとか。いやでもその私も知識がないからこの会議に参加してもいいのかなと思ってたんですけど、なんかすごくなんか本当理論的には分かってたんだけど、ドライバーはなんかね、アッパーに打つんだけどドローを打つっていうのが自分では想像できるときとできないときがあるんですよ。なんか右に一回出してドローを打てないときがあるんで、そのなんか原因っていうのがなんとなくこうさっきのスイングプレーのこのフラフープとかの話を聞いてたらなんとなく分かった気がするんで、ちょっとさっきのアマチュアの方やってくださいみたいなのもちょっとやってみようかなって思ったりはしましたね。はい、ありがとうございます。でそのためにはでもアマチュア右から刺さってちょっとロフト多めのちょっとこうそうですね、ドライバー使っていかないと思うんで、ね、ちょっとこう俺ドロバヤスなんで、こういう感じのドライバーじゃない、そう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 、これ系じゃダメだよ。いやもう僕個人的にですけども右から刺してるの大好きなんで、ね、こうだよね。そうですね。そうですね。こういう面から刺してもらいます、ね。そうですね。ちょっとロフト付け目でちょっとアップライト目でちょっとこういうデザインなんだ。そうそうそう、ね。フラットでこういう顔してるやつだったら絶対できないもん。絶対できないですよね。あ、じゃあ最後皆さん画面に向かって、なんか、手を振る。ちょっと阿賀さんやってもらっていいですか。こう。なんですか。あ、こうですか。こういう感じで、これ、こっちでカメラ撮るんで、皆さん、ちょっと、アガさんも、ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いいたします。バイバイ。ありがとうございました。